3期の期待がもう皆さんの中でも高まってますね。読んでる人からしたら確かにね、かっちゃんこうなるんだみたいな。いや俺だから原作で読んでる以上になんかかっちゃんってすごい揺れる人なんだなって思った。むちゃむちゃ思ったんすよね、うん、めっちゃ揺れる、うん、だから少年っぽい、なんかすごく少年っぽかった。だから一番悩みを抱えてる感じがね。え頑固さはデクの方がある気がしてて、正直言うと。あでもそれはそうだと思います。確かに揺れない感じが、絶対ここう決めたら絶対揺れないっていうのは確かにあって、かっちゃんの方が揺れてる気がする、うん、確かにすごく思った。もうそうですよね。ね、37話でもだってな、戦いながらなんかもう本当溢れ出て涙が出ちゃうとか、なんかすごく、うんうん、ね、悔しさからね涙が出ちゃってね、感情がもうね。でもね、デクを演じているね大輝くんはそれを見て、あーかちゃん泣いちゃったのって感じになっちゃって、勝樹くん泣いちゃったのねって誰どこ立場から誰それすげえつけちゃったし、そうらしいよって思ってました。